牛ちゃんもこのぬいぐるみ欲しいの？お、ひばりもずっとこれ欲しかったんだ。知っている。それじゃあお願い、ひばりに譲って。やっと見つけたんだから。いや、俺は。そうだよね、嫌だよね。この子すごく可愛いもんね。野牛ちゃんも欲しいよね。いや、俺は。隠さなくていいの。こうなったらこのぬいぐるみをかけて勝負だね。勝負？うん、ひばりじゃ野牛ちゃんには勝てないと思うけど、それでも譲れないものってあるもんね。わかった、その勝負受けて立つ。毎週いざ尋常に舞い散れ。
決着。もう終わりか。このぬいぐるみはひばりのものだ。え、ひばりにくれるの？前から欲しいと言っていただろう。最初からプレゼントするつもりだった。え、じゃあなんで勝負したの？ひばりはやればできる子だ。何でも自分から積極的に行くといい。それがいつか自信につながる。じゃあ私のために勝負に付き合ってくれたの？ああ、ありがとう。ヤギオちゃんって優しいんだね。いや、それほどでも。